一応準備はできた。もう、もうちょっと。いるよ、はい、行きます。え、俺はベビーつってる。星野さんは誰？あ、持って帰った。残念。結果的に餌あげになってしまった。お前らで行こう。そして重こう。あ、釣っちゃった。お、やったじゃん。最後閉まったじゃん。私もうた、はい、釣れました。ありがとう。はい、お前いい子じゃん。おー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 、はい、はい、やったよかった。じゃあ星野さんにはもう構ってないよ。星野のとこ行くから。そろそろ星野のとこ行くから。星野から連絡全然来てねえけどな。かもしんないな。よし、こっち切るか。星野さんへさ、なネタネタしてっからな。どこにそんないいもんあった？もうやるよ。あ、本当だ。マジか。俺もいいのあった。下も使えるよな。使える使える。まさかあると思うな。いや、星野さんの食いしん坊へさはネタネタするから。ネタネタするんだ。水洗いでちょっときつい面がある。だって星野さん、特にさ、あのでかいやつ、くせいせいせんじゃん。あれもう体液出してなかった。うん、やべえことになってたよ。そろそろマジで横なきゃ危んじゃねえけど。うん、だから呼んで呼んで。星野だったら星野口にもあれ突っ込もうぜ、針みたいなやつ。捕まえたん。ビチビチすっからあいつ。よし。あの下に固まってる。うん。ちょっとめんどいことになった。誰と。集まってる、いっぱい、ほら。あと、これか、これ持っていかなきゃいけないのか。これとそれだな。あと、網か。いや、この釣りバカに西ごっこの、こいつは取ろう。それと取れ。うん、これ戻そう、先に。めんどくさいから。全然余裕だった。あと10分ぐらいある。まあ、固まってくれてたおかげで釣りやすくはなってた。ちょっと熱した方が良かった。ちょっと焼けば良かった。もうちょっと焼けば良かった。ちぇー、正解だったわ、ね。あ、やべえ、餌後ろにあった。俺餌さ1個分かと思ってたけどさ。何なんだよ。あ、そうか、2つ分だからか。え、じゃあ余裕で2つもいらんかったんじゃない。いきまーす、はい、やばいことなんじゃないよ。やばいやばいやばい、落ちてった。しばらくさ、うん、他のさ釣りしてもさ行かねえだろこれ。でかいのも来たじゃん。うん、
え、えぐ。これやべえな。チーズみたいな頭になるんだけど、ガン。やば。よかったな。そっか。そっか、あれ、俺ら一個一個で買ったからさ。うん。ああ、なってたんで。俺さ、めっちゃ量あったからさ、あれ2個分だなと思ってたの。そうそうそう、俺も思ってた。普通に2個分でちょうどいいなと思ったらさ、あれ下にあるやん。あれ、余裕で1個でよかったやん。なんで俺らこんなになったの、うん、まあいいや、50円ぐらいやから、まあ、いいよ別に、うん、よし、いやよく気づいたからな。いやなんかさ、なんでボール2つなんだろうと思ってさ。いや俺もなんか構ってんなと思ってなんだろう、枝豆とかのわけじゃないからさ、殻、うん、とかもないのにさ、なんだろうな。はい、はい、これだね。カメラですよ。どれくらい時間ですか。時間だと8時間ぐらいいけますね。結構中の SD によりますけど。でそれをパソコンの中に入れて。そうですね。はい。行きますか。どうですね。どちらかというとビデオカメラに近いっす。はい。SD カメラ。うん、そうね。